さて本日もやっていきましょう、忍たま乱太郎。あの桜大戦なんですけれども、どうやらあれクリアした分でのポイントで稼ぐんじゃなくって、ミニゲームでのポイントで稼ぐというパターンだったらしいですね。正直ミニゲームってのが、まずそのポイントか、ミニゲームのポイントに稼ぐための分のやつまで1回3000円で買わなきゃならないんで、ちょっとありゃ思うところがあってやめようかなって思ってます。というわけで今こっち乱太郎の方を続けていきたいと思います。じゃあ、骨から変わった運命に、あじゃなくてだった。じゃあこれです。はい。終わりまで持っていかなきゃならない。じゃあすなわちまずイノシシをゲットするところの話ってわけか。まあ南東の舞茸城からだな、まず。前回アイテムはちゃんと全部持っていった。じゃあまず北のイノシシ島から、まず北のイノシシ島から行こう。イノシト、
反対側に行ったら道がなかったんで、こっち。あ、違う。アホじゃん。道がなかったんじゃなくて、この乗り場から行くんだ。方向に避けてしまったよ。攻撃しとる最中にこれはやめてくれ。今のは無理だ、避けるのは。この倒し方ももう分かったしな。回転してなきゃこう。さあ、倒し方合ってるはずなんだけど。めちゃくちゃ経験値くれたな。あー、なんか結構ひ。結構減ったから回復しとかないと。これがさっき見たけど、あれ行けないのかい、こっちは。じゃあ先に南東の方行くしかないってか。攻撃力が3、いいのか悪いのかよくわかんないな。こっちじゃ南西だしな。
口かけた。そこがダメとなるとやっぱりあのイカダで行く方向なんだな。とにかく身の忍び証明がないとどうしようもねっつうことだけはよくわかった。あとはその生き方だな。うまっ。左も下もダメなら右に行くきゃね。つまりここから
このイカダで他に降りられる場所を探せってことか。違って飛ぼう今日もリニューアいレベルがあるのもないしかもまた出てきて とりあえず海から行けそうな塔がなかったからここから行ける場所の北に塔だろ。その前におかげで通れないしな。あれか塔は。やべ、うわ、落とされると半分食らうんか。
動き見切ったと思ったけどな、ダミみてえだな。まで同じだもんな。スーパーチャイニーズとこっちから行くっていうパターンだったんか。ダンジョンでよかった。もし操作のレースみたいなもんだったらもう自分できないとこだった。コマンドバトルのボスになってほしいな。歩兵の分は逆に見なくて、特殊な方法を使う色物デッキよりもまあこうやって直接ぶん殴れる敵でもいいけど、
嵐とか空飛ぶやつは逃げる。時々しゃがんでくれるのがありがたいんだけど、今日はちょっと手ぶれが多いな。まあ見てる人いないと思いますけれども、見てる人がいたらすみません。ここまで来たな。わしは今はの極蔵という忍者だ。厳しい修行に耐えて、ぜひともイノシシに乗れるようになってくれ。100秒以内に20個の風船割ればイノシシ乗りの証明をあげるよ。さすがだ。それだけできればイノシシも乗れるはず。イノシシの証明としてイノシシ刀をあげよう。
これでお花見村のイノシシの居場からイノシシに乗れるぞ。結局は単なるミニゲームクリアというだけの話でしたと。まあまだこいつはいい方か。わだだ。なんとまあバネがあると。相変わらず経験値は少ねえ。厄介なのに。やり方も同じなのか。いう色物デッキはとにかく逃げる。倒したところででかい経験値がもらえるわけでもないし、敵から逃げるための煙玉の術っていうのがあったの忘れてた。
緒に飛ばすから避けられなくなるんだ。とりあえずちょっと時間かかりすぎたんで、これで合言葉、約束の言葉聞いて本日は終わりたいと思います。毎度同じにセリフは変わらずと。じゃあ、ここでうわすんげえもう、じゃあこれで本日は終わりたいと思います。まあちょっと迷ってしまったために結構時間がかかってしまった。じゃあ本日はこれで失礼したいと思います。